はい、どうも皆さん、こんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、LINEPay でも使える LINE ポイントが当たる期間中1日1回参加できるポイント祭ということで、今回は LINE から面白いキャンペーンが始まりましたので、紹介していこうと思います。ということで、まずは概要からお伝えしていこうと思うんですけども、こちらですね、夏休み直前福袋全キャンペーン横断ポイント祭、キャンペーン期間中1日1回参加できるというキャンペーンということですね。そして今回の内容の説明に関しては、実際の画面を見ながら説明をしていこうと思います。まずはこちらの LINE SP キャンペーンという公式アカウントから通知が来てる方は来てると思います。まだこの通知が来てない方いらっしゃいましたら、下の概要欄にキャンペーンのリンクを貼っておきますので、そこから追加をしてください。そして早速なんですけども、この画面からここの夏休み直前福袋全キャンペーン横断ポイント祭をタップします。そしたらこの画面が表示されるので、例えばここでロッテの部分をタップします。そしたらここでロッテのお菓子詰め合わせ5000円相当が100名に当たるですとか、あとは少し下の方を見てもらうと、副賞として LINE ポイントが500ポイントや5ポイントが当たるキャンペーンとなっています。ここで下の応募するをタップと行きたいところなんですが、こちらの画像を見てもらったら分かる通り、ここの下のところを見てもらうと分かるようにですね、あの LINE のタイムラインにこのキャンペーンの情報をシェアしますと出てるので、LINE のタイムラインに表示させたくないということであれば、先にここのチェックを外して応募をタップしてください。そうすると応募するをタップしたら、会社によってはアンケートがあったりなかったりします。で、こっからサクッと入力して回答していただいて、応募完了をタップですね。そしたら即時結果が出るんですけども、なんと結果は残念でした。ということで見事に外れましたね。で、ちなみに他のキャンペーンでグラッドというファッションサイトのところでアンケートをしたら、見事に C 賞の LINE ポイント5ポイントをもらいました。ということで今回のキャンペーンのまとめなんですけども、このキャンペーンの期間中1日1回応募が可能となってます。なので毎日できますね。そして期間は6月の11日から6月28日までとなってますので、まあ、すでに始まってもいるんですけども、残り17、16、17日ぐらいはこのキャンペーンに参加できるのではないのかなと思います。で、応募の際に先ほどもお伝えしたように LINE のタイムラインにキャンペーン情報をシェアしますのところですね、こちらのチェックを必ず確認していただいて、もし LINE のタイムラインに載せても大丈夫ということであれば、そのままでも大丈夫です。そして先ほどもお伝えしたようにキャンペーンのリンクは下に貼っておきますので、ぜひそちらからご確認してください。ということで今回の動画いかがだったでしょうか。 LINE の夏休み直前福袋の紹介をしました。まあ作業的にはですね、トータルでも3分もかからないぐらいでできるので、まあちょっとした時間の合間などに試してみるのもいいのではないのかなと思います。ということでこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あとツイッターもしますので、ツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。